みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルしはと。リミです。コロンです。とじゃないの？コロンです。はい、というわけでですね。シロンは？シロンもいるよね。シロンもいるけど、今シロンはドアのとこで。開けてーって言ってる。開けてーって言ってる。開けてーって言ってる。シロン、かわいい。かわいい。開けるの、シロン。はい、ということで、はい、今回はですね、はい、6月10日、リミのお誕生日でーす。はい、この後生放送とかもしたいと思うので、飛んでください。はい。はい、ということで、今回はですね、私からの誕生日プレゼントがあるということで、こちらを渡していきたいと思います。はい、でも、ただ渡すだけじゃつまらないということで、今回はリミの部屋に隠してあります。だからここなんです。じゃあ、でも本当にね、うん、あのラッピング方法とか全く分かってないと思うので、うん、あ、そっかそっか、そうだよね、難しいと思うんですよ。難しいかもしんないね。でもあの生放送があるので早めに見つけてくださいね。よろしくお願いします。はい、ということで早速ね、じゃあちょっとカメラを移動します。出るの？もちろんいいよね、ちょっといいよね。はい、ということでカメラこう向けました。リミの部屋はまあそんなに広くないのでこんな感じです。なんで今クマがそこにいるかというと、シロコロがこのねベランダ、このクマをたどってベランダに出たり入ったりができるようにです。はい。でもすぐ最近ねベランダ出てもこっち来ちゃう。そう、飽きちゃう、飽きちゃったのかな。しほちゃんの部屋が好きなのかな。しほちゃんの部屋に結構行くよね。あ、よく行くね。いつ買ったの？はい、誕生日プレゼント、いつかな、わかりはないよ。言ってもそういうヒントになんないよ。はい、どうかな、見つけられない。え、なに、何か、いや、いや、え、どれ、なんかあった？簡単に見たじゃん。ね、この目怖いんだけど。見して。すごい。リミへハッピーバースデーって書いてある。ペンがさ、暑いから外で開けようか。ね、チョーク。あ、チョークなのこれ。チョーク塗ってあった。可愛いじゃん。え、チョークじゃないよ。ペンだよ。リミちょっとさ、外に行って開ける。せっかくだから。はい。暑かったのでね。いいですか、しほさん。開けても。ですよ。リミちゃん。では。こっちの方がいい。うん。せーの、パカーン。なんだろう。何これ、キニョフィオ。なんだった？シロン、ダメ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 。なんか壊れてる、早っ。シロン、ごめん、ダメなの。シロン、ダメだよ。やっちょー。なんだった？カメラに見せてください。キノピオ隊長。キノピオ隊長でーす。これ、リミが欲しいって言ってたやつじゃん。そう、質問コーナーに欲しいって言ってたから。今欲しいものは？今欲しいもの、キノピオ隊長。あとなんかまだあるんじゃない？カヤショウラッシュだ。なんかリミちゃんがよく、リミ欲しかった、スマホの実況を見てんでしょ。そう、これ Wii U なんだけどね。え、私これ2年前ぐらいにずっと見てた。そう、しほちゃんもこれ好きなんだよね。これ大好き。だからね、しほちゃんも一緒にできるように。これ大好きだった。どうでしょう？でもね、うん、面白くない？面白い。ちろん、ね、ダメ、食べちゃダメ。ご飯じゃないんだよ、ご飯が。ちろん、ご飯じゃないの、ご飯じゃ。食べちゃダメ。ダメダメ。本当ダメ。嬉しい。よかったね。リミちゃんいいね。しほちゃんにはさ、なんかプレゼントあげてないも同然だったのにね、リミはね。お姉さまは優しいですね。貯金です。私も貯金で買ったんです。え、そうなの？まあどっちか中古なんだけど。お金も。そうだね。中古で2000円ぐらいで買ったんです。1500円ぐらいなのかな。1500円だっけ？めっちゃ安いの買いました。いいんだよ、いいよ、気持ちだから。いいんだよね、気持ちだからね。どう？楽しみ？売った人はさ、全クリしたのかな。どうだろう、どうだろう。今ネットでね、うん、そう、ネットで買いました。もうね、買いに行けないというかね。綺麗。あ、シロンがちゃんと大人しく
一個だしら、お利口さんだしら、一個だしら、ね、ご飯じゃないか、ソファー座ってる。そう、コロンはね、あんまベランダ出てこなくなっちゃう、ね、これ、新品だ。どっちは新品かな。そう、おりみ楽しみ、前髪が風のせいで前髪楽しみっていうか、びっくり、しおちゃんがこんなプレゼント、ね、しーちゃんもできるよ。そう、しーちゃんもできるようにママがね、ママも相談受けてて、これいいんじゃないって言ったの。パパもそう、みんなで相談して、これは一人、ね、うん、そうそうそう。でもそれね、 WiiU だから別にしおちゃんも遊べるし、みんなで遊べるようにだよ、りみ、うん、ね、よかったね。うん、ありがとう。うん、ね、これどういたしまして。これすごい、すごいよね、力作、うん、しほちゃんらしい、このギョロ目が、ね、目が離れてるけどね、だいぶだってこうやっちゃったら変だし、こっち隠したのが、あの時、あの時、あ、隠した時にへこんじゃったのかな。いいじゃん、よかったね、りみちゃん。バリ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 、バリバリ、あ、バレバレ、すぐ分かっちゃった。でもさ、あんまり難しくしてもさ、あれだしさ、確かにね、ひーちゃん一緒に遊ぼうぜ。遊ぼう、遊ぼうぜ。遊んでくださいね、仲良く。はい、はい、じゃあ終わりにしましょう。はい、ということで今回はね、しほがリミに誕生日プレゼントをあげてみました。ということでね、これから2人、はい、シロンが来た、エサじゃないよ、これからね、2人でね、遊んでいきたいと思います。シロン食べたいね、ごめんね、でもダメなんだ。ということで、こんなんなっちゃって。なんで女の字だよ、意味。何かと思ったよ。最後の最後で。ねえ、ママ早く閉めて。な、もう分かった、閉めます。だって見てよ、蜂いるじゃん、そこに。どこにいるの？どこに蜂いる？そこに蜂いなかった。いないよ、ほら。え、いない？いない、ほら。あ、ついみんな汗びっしょ。はい、はい、じゃあ避難してきましたので、はい、ということで、はい、それではバイバイ、グッバイ、シューネクス、喉痛い、やばいね。